どうもです。の遊びチャンネルのコーチです。日が落ちてかなり冷え込んできました。今日はねちょっと特別なことしたくて、こちらちょっと暗くて分かりにくいかもしれないんですけども、これね、フィンランドから送ってもらったククサなんですけども、これを使う時の儀式っていうのがあるみたいなんですよ。それを今日はしていこうかなと思います。ただその前にちょっと寒いんで、まずはダウンを取っていこうと思います。はい、それではね、このククサを、使うんですけども、洗礼の式っていう儀式があるんですけども、それを本場の方から聞いて、基本的にはねラム酒かブランデーを入れて、北極星それに思いを巡らしながらお酒を味わうっていう儀式があるんですよね。で、それで塩味を感じればその儀式は成功すると言われてるんですけども、なぜ塩味が感じるか感じないかっていうのは、このまあククサ、これ白樺の木なんですけども、これを木を引き締めるために塩水で炊くらしいんですよ。でその塩水が塩気がやっぱ抜けないことがあるんですけども、その塩水が抜けなくて塩味を感じると、その儀式が成功したって言われてる部分があるみたいなんですよね。でそれをちょっと今からね、ブランデーもラム酒もないんでウイスキーでやっていこうかなと思います。それでは儀式の成功を祈りまして乾杯。正直言います、このクックサを口に当てた時点ですごい塩辛いです。めちゃめちゃ塩辛いですよ正直。で本物のククサっていうのはその塩味を、があるんですけども、使ってるうちに消えていくんですよね、馴染んで。ただやっぱりその早く抜きたいっていうので、これを言うたらお湯につけて炊くことがある人もおるらしいんですけど、炊くことをする人もおるらしいんですけど、それはやっぱこの本来のククサにとってはすごくいいことないらしいんですよね。なんていうんですかね、ひびが入ったりとか割れてしまったりとかっていうので、
それは避けてほしいって現地の人に教えていただいたんで、僕はこのままこれを育てていこうと思います。今回はね、塩味、塩分を感じたんで儀式は成功したと思いますんで、今後これをね、いろんなところに連れていこうと思います。いや、それにしても今日はね、寒いです。いや、ククサの儀式もね、終わりましてホッとしました。本物の証ですよね、白樺の木の。まあ、その塩水っていうんですか、塩水で煮たっていう証拠ですよね、これは。だからね、この塩分嫌う人はすごく嫌うと思います。かなり塩辛いんでね、その辺は本場のククサ買われる方はちょっと注意した方がいいかもしれないですね。でもやっぱり寒い時期にぬくいも飲むには適してないんでね、木材は。それにしても気持ちいい時期ですね。寒いんですけども、焚き火して薪ストーブ入れれば全然ね、楽しめる時期なんで、虫もいないですしね。やっぱり荷物持ってくるのは大変なんですけどね、このまあうちの野営の場合は。ただまあ比較的まだ自分の土地なんで、荷物置きっぱにすることができるんでね、その点はいいところですよね。これね、今これウイスキー入れてるんですけども、ラム酒かブランデーっていう意味が分かります。なぜかというと、やっぱりラム酒ブランデーは甘いんですよね、ウイスキーに比べると。今これウイスキーがすごい塩辛くなってきてます。塩分すごいですね、これ。で、このね、トナカイの角がこれついてるんですけども、これっていうのは幸せと勇気のお守りらしいんですよ。それで僕はこのトナカイの角がついたやつを送っていただいたんですけども、通常の白樺だけのやつもありますけどね。また星になりますね、やっぱりこういう変わり鉢。カバなんか結構有名なブランドがあるんですよ。これはジュエリー、なんとかジュエリーやったかな、フォックスジュエリーやったかな、なんかちょっとはっきり覚えてないんですけども、そちらのブランドなんですけど、日本で取り扱っているところはそんなにないかもしれないですね、こっちのやつは。最後めちゃめちゃ塩辛です。